アレッサンドロ・コスタクルタは、イタリア・ロンバルディア州、バレーゼ・ケン・イエラーゴ・コン・オラーゴ出身の元サッカー選手、サッカー指導者、解説者。現役時代のポジションはディフェンダー。元イタリア代表。現在は、イタリアサッカー連盟副会長を務める。AC ・ミラニュースチームを経て1985年に、トップチーム昇格。モンで1シーズン過ごした後は、 AC 未来一筋でプレー22歳の時に、フィリッポ・ガッリからポジションを奪う。当初は特筆した能力がなかったものの、フランコ・バレージからライン統率を教わっていき、その後は、バレージ、パオロ・マルディに等と共に、世界最高のディフェンスラインを形成し、クラブの黄金時代の一翼を担った。コスタクルタ自身は、ヨーロッパナンバーワンクラブ決定戦。 UEFA チャンピオンズリーグ制覇を4度経験している。イタリア代表歴は59試合に得点。代表レベルではタイトルに縁がなく、ワールドカップ UEFA 欧州選手権に出場したが、いずれも優勝に届かなかった。2006から07シーズンのコッパイタリア、準決勝ローマ戦において先発したが、その試合でオーンゴールを献上。 チームも敗退し、落胆を隠せず試合後に引退を表明した。引退後は AC ミランのフロントを務めたいと語っている。2007年5月19日にホームスタジアムサンシー色でのウディネーゼ戦をもって現役を引退した。試合は2から3で負けたものの、コスタクルタ自身はリーグ戦で15シーズンぶりとなるゴールを決めて引退の花道を飾った。 リーグ戦出場試合数は457試合。現役引退後は2007から08シーズンはコーチとしてクラブ内部に留まっていたがシーズン終了後に解説者に転身し2008年10月27日にセリエビーマントバの監督に就任した。しかし2009年2月10日成績不振を理由にマントバの監督を辞任した。 リーグ戦4勝5分4敗の成績であった。その後は解説者に戻り、評論家としても活動していたが、2018年2月に60年ぶりに、W 杯本戦出場を逃して、隕石辞任していた、イタリアサッカー連盟のカルロ・タベッキオ前会長の、後任として、ロベルト・ファブリチーニが、暫定的に就任、コスタ・クルタは副会長に就任したことが発表された。 アレッサンドロコスタクルタ、インターナショナルオピランセズ。ザレック、スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、http://www.rssf.com/. ミセレニアス /.costa-curta-intl.html。マルコイアリア、世界のトピックスに迫る、イタリア編。 ワールドサッカーマガジン20074.19ボリューム160第9巻第14号通算1 6 5号ベースボールマガジン社2007年94から95ページ雑誌29,903から7、19ありがとうございます